こんにちは、たっくんたっくんです。今日はね、干し柿作っていきたいと思います。干し柿はね、結構簡単なんですよね。作り方の説明をいたします。こちらに書いてあるのを、簡単にちょっと読んでいきたいと思います。手作り干し柿セット、まず1番にカバーを剥く。で、皮を剥いたら沸騰したお湯にさっとくるくぐらせる。で、牡蠣を吊るす。で、乾燥させる。で、仕上がりまでに 4,5 回程度揉んでください。で、こちらで、仕上がります。簡単でしょ。あとですね、美味しくなれ美味しくなれ甘くなれと時々、ね、牡蠣に向かって言ってもらうと牡蠣が美味しくなるそうです。では作ってみたいと思います。ではどんどんかきむいていきたいと思いますね。簡単でしょ。ほんと本当にもうね、剥くだけなんですね。ただ綺麗に。気になる人はね、ヘタをこちらですね、ヘタをハサミで切ってください。綺麗に整えてね、もらったらいいと思いますね。簡単です、ね、多分どんな剥き方でもいいと思うんですよね。こちらね、本当にね、手のひらサイズのね、小粒なんで、ね、こういう切り方になってますけど、普段でしたら多分こういう感じで、ね、リンゴを剥くみたいにこういう感じで剥くと思うんですよ。ね、ですが今回は先ほどのようにね、ちょっと違う切り方でいってみますね。はい、そんなに時間かからないでしょ。簡単にできちゃいます。このね、シバスのね、忙しい中ね、皆さんもね、大変だろうと思いますけどね、結構こうかきむいたりするとそちらの方にね、神経がね、行くんで気分転換になると思います、ね、あとはね、嫌なことがあると思いますけどね、いっぱいみんなあると思うんですけどね、楽しいことだけ考えてね、生きていきましょうね。世の中はね、結構やっぱり不条理なことばっかりだと思いますね。テレビ見てもね、一番トップの人が平気で隠し事をしたり嘘をついたりします。もう本当に子供でも分からないんですよね。はい、こちらも出来上がりました。まあこんな具合に、作っていってみてください。ではたっくんたっくんよろしく。干し柿剥くのが終わりました。だいたいね、こちらね、
こんなにあるんですよね。50個ぐらいです。一箱ね50個入ってました。これがだいたい15分、あ、じゃあ30分ぐらいで、全部剥けたと思います。そんなに時間かからないんでね、皆さんも挑戦してください。では次は干します。今度ね、紐に柿を通していくだけです。このヘタにね、こういう感じですね。少し間隔を空けてくださいね。風通しが良くなります。カビもね発生しにくくなるんで、隙間を当ててください。もうね、このね、ここに通すだけなんですよ。はい、こんな感じですね。本当に簡単です。紐にこのね間に通すだけでできちゃうんでですね、うん、これでいいです。簡単でしょ。本当にね、こう通すだけなんですよ。ヘタに通すだけね。これで潰しちゃいますからね。本当簡単です。どんどんいっちゃいましょうかね。はい、こんな感じです。ほら、きれいにいったでしょ。はい、では早速消毒していきます。先ほど剥いたやつを紐にくくりつけました。こちらね、さっとね、熱いお湯にくぐらせますね。くぐらせて、まあ、これだけですね。さっとくぐらせますね。いきますね。はい、くぐらせていきます。さささささっとね。こんな感じでしょうかね。お、一つ落ちちゃいました。事件です。事件、一個落ちちゃいました。柿が落ちちゃいました。なんと、もうねえ、湯通しというかもう湯に浸かってますね。五右衛門風呂になっちゃいましたね。大変だ、助けないと。さて、この柿はうまくねえ、干し柿になるんでしょうかね。こんなに浸かっちゃってんの。はい、こんな感じでね、すごいでしょう、たくさん仕上がりました。すいません、2回目はめんどくさいんで一気につけちゃいます。こんな方法でいいかな。ズバッ、はい、これでね、消毒終わりました。いたします。よし、ではホスト、えいえい、おー、タクタクです。完成しました。この50個の柿ね、干すところないんで、うちはね、もうこんな感じで吊るしました。ありがとうございました。